はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ダブレムチャンネルのマサブです。ヤラマンです。はい、今日はですね、福島県の古殿の町ですね。はい。で、古殿の町の今日は桜を見に来ました。県内でもね、すごい遅咲きで、まあ有名な桜で、うん、で、結構有名な桜なんだよね、すごいね。そう。で、コシダイの桜っていう桜なんですけど、多分みんなも結構聞いたことあるんじゃないかなと思います。で、高さがね、約20メーターで、まあ、山桜っていう種類の桜なんですけど、樹齢が400年かな、うん、すげえよね。すげえ。でね、今日来たらなんと満開なんでね、まあ、昨日が七分咲きか、だから今日満開に近いぐらいの感じなんで、ね、出店も出てるんで、うん、で5月3日に毎年コシダイの桜の祭りがあるみたいです。で今日は4月何日だっけ、24かな。そう。で出店も出てるんで、ちょっと出店見つつ、うん、桜の写真とかを撮りたいなと思います。だね。でも今まだ8時半くらいなんですけど、はい、お客さんいっぱいいるんでね。そうだね。まあ、邪魔にならないように撮影していきましょうか。はい、じゃあ行きます。はい、行ってきます。はい、行ってきます。はい、行きましたね。なんか今日寒くない？今日寒い。そしてこっちチューリップがたくさんあります。もう目の前にあります。目の前にあるんで、はい、ちょっと正面から映しましょう。あっちにあるのがやんか出店がありますね、うん、すげえでかさだよ。うわ、来ましたよ。すごいな。そこら辺までなんだね、行けるのね。そうですね。あれ上にも登るんじゃない？こういったいや、行けないっしょ。行けないのか。行けないわ。行けないよね。本当にここら辺から楽しむんだね。そうですね。ちょっと正面まで行ってみるよ。こっちも綺麗だよ、これ。綺麗だね。そこの、ほら、なんていうんですか、スミレっていうんですか、お花。なんていうお花だろう。あとあっちで見せ、ここね。うん。その広場にありますね。ここでね。そう、ここで。まあおにぎり食べたり、最高、最高ですね。食べたりできるっぽいですね。そしてこっちを向くと、まあ、桜がありますね。すごいね。すごい、すごすぎる。ちょうど見頃じゃない？今超見頃。ちょっとあの看板どこ行ってみようやな。そう。あ、すげえ。こう、20メートル山桜。ああ。すごいね、うん、迫力満点だもんな。え、これも何かなってんの。あ、ほんとだ。夢の桜街道だって。ほんとだ、ほんとだ。すごいね。うん、すごい。こういうのも、こういうのもあんだね。6番ずっと1から5も気になるね。やべえ、桜散ってる。あ、マジで。吹雪だ、桜吹雪。いいね、超綺麗だね。マサボさん、僕はもう我慢できないかもしれない。写真撮りたい。あ、ここにもナンバー88、コシダイの桜。へえ、すごいっすよ。写真撮ろう。写真撮りますか。撮りましょう。うわ、超綺麗。じゃあ撮りましょう。はい、じゃあ写真ね、はい、載せますんで。はい。はい、お願いします。どう、矢野くん、撮れたいい写真を。まあまあかな。こんな感じ。いいね。そのコンクリートから撮ってみた。あっちちょっと上がってけるみたい。あ、マジで。うん、さっき人がいたんで。あ、そうなんだ。うん、裏登ってみるじゃん、せっかくだから。そうだね。矢野くん、登ったことありましたね。裏側ですね。ちょっと上まで行ってみようか。ちょっと行きますか。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。
はい、じゃあ行ってきましたね、山くん。はい、相当撮りましたね、写真ね。撮ったね。撮りました。でも本当見頃の時来れて今日良かったですね。良かった、うん、素晴らしいね。素晴らしいっす、うん、これはちょっと来てもらいたいんじゃないですか。そうだね、皆さんにもね。もう今年は本当に今日あたりが最後かな。そうだね、今日明日明後日にはもうちっちゃいから。そうだよね、うん。じゃあね、まあ来年なりますけども、ぜひここのスポットを覚えていただいて、はい、ぜひ見に来ていただければと思います。思います。ではご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。ではバイバイ。バイバイ。